ゼッケン11番、宮本慎也。ハリタイムをお伝えいたします。ビブナンバー9、松本拓樹選手、59。いけビブナンバー11、宮本慎也選手、株式会社三田商店、スタート。ゼッケン11番、宮本慎也。ビブナンバー11、宮本慎也、株式会社三田商店、相当ね、攻めた滑りをしております。中間タイム気になりますね、この動き。きた、1分16秒45、コンマ68、上回ってきた。ビブナンバー34、亀渕哲平選手、東洋大学、スタート。ゼッケン34番、仮タイムをお伝えいたします。亀渕哲平。ビブナンバー56、久保田拓選手、合計タイム1分46秒86。さあ中間タイム見ていきましょう。おっと、コンマ27上回ってきた、コンマ27上回ってきた。ビブナンバー34、亀渕哲平、東洋大学。ゼッケン24番、三井恭平。いけー。ビブナンバー23、若森選手、52秒63。ビブナンバー24、三井恭平選手、キープワン SC、スタート。ゼッケン24番、三井恭平。ビブナンバー33、後藤雄志選手、合計タイム1分46秒05。さあ気になる中間タイムはコンマ33遅れで入った。コンマ33遅れでビブナンバー24、三井恭平。ビブナンバー24、笹川俊也選手、日本大学、スタート。ゼッケン22番、笹川俊也。ビブナンバー22、笹川俊也選手、日本大学、スタート。ゼッケン22番、仮タイムをお伝えいたします。笹川俊也。ビブナンバー28、小原健太選手、合計タイム1分44秒39。さあ中間タイム、コンマ07秒遅れで入ってきた。コンマ07秒遅れで入ってきた。ナンバー22の坂川選手、日本大学所属。ビブナンバー13、中村和志選手、秋田ゼロックス株式会社、スタート。ゼッケン13番、中村和志。こういう選手は途中棄権です。ここで十二点台のスタート点の決勝直後をお伝えいたします。天候晴れ。マイナス8.8度、北北西の風、風速は2.1メートルです。ビブナンバー13、中村和志選手、秋田ゼロックス株式会社、スタート。ゼッケン13番、仮タイムをお伝えいたします。中村和志。ビブナンバー22、笹川俊也選手、合計タイム1分44秒69。さあ中村和志、中間タイムはコンマ37遅れで入ってきた。コンマ37遅れで入ってきた。ビブナンバー13、中村和志、1本目第8の ゼッケン28番、小原健太。先ほど行われました女子1本目の記録を10時10分をもって公式記録といたします。なお、ビブナンバー28、小原健太選手、サンダーボルトレーシング、スタート。ゼッケン28番、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー4、三浦朝日選手、合計タイム1分44秒04。
さあ、コース上ビブナンバー28小原健太、サンダーボルトレーシング、中間タイムコンマ29秒遅れで入ってきている。コンマ29秒遅れで入ってきたビブナンバー28小原健太。ビブナンバー52相原志郎選手、東海大学附属札幌高校、スタート。ゼッケン52番をお伝えいたします。相原志郎、ビブナンバー10松本達樹選手、合計タイム1分43秒20。さあ、台風の目となっている相原志郎、さあ中間タイムはコンマ73秒遅れでやってきた、コンマ73秒遅れでやってきた。さあ、ここから巻き返していきたい相原志郎。ゼッケン23番正則。さあ、ブナンバー23新正則選手、ブレインスタート。ゼッケン23番正則。さあ、彼も実力者、新正則、ブレイン所属。後にいろんなプレッシャーが立ち上がるのか。中間タイム早い、1分15秒42、コンマ76秒上回ってきた。ゼッケン4番三浦朝日、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー3石井智也選手、1分06秒76。ビブナンバー4三浦朝日選手、日本大学スタート。ゼッケン4番仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー24三井恭平選手、合計タイム1分45秒01。ビブナンバー4三浦朝日、日本大学11位の選手、おっと来た、コンマ53上回ってきた、コンマ53秒上回ってきた。ビブナンバー4三浦朝日、ビブナンバー10松本達樹選手、早稲田大学スタート。ゼッケン10番松本達樹。ビブナンバー9中村俊選手、50秒50。松本達樹選手、早稲田大学スタート。ゼッケン10番仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー13中村和志選手、合計タイム1分44秒64。さあ、コース上ビブナンバー10松本達樹、中間タイムはコンマ57、さあコンマ57上回ってきた。さあ、いい滑りできている松本達樹。ビブナンバー5高度強制選手、野沢温泉 FC スタート。ゼッケン5番高度強制。コンマ2ショークルでやってきた。さあ、ここからの巻き返し。ビブナンバー5河野京介選手、野沢温泉 FC スタート。ゼッケン5番河野京介。さあ、1本目第2位 50秒46、河野京介が、さあ湯浅直樹を越していくのか。さあ、いい滑りをしているぞ。中間タイムは、さあコンマ55遅れでやってきた、コンマ55遅れで河野京介がやってきた。ビブナンバー7大越龍之介選手、株式会社東京ゼッケン7番龍之介。ビブナンバー6加藤聖吾選手は途中棄権です。さあ、やってきた大越龍之介、行けー。
ナンバー7大越龍之介選手、株式会社東急リゾートサービススタート。ゼッケン7番大越龍之介。さあ2本目、ビブナンバー7大越龍之介。さあこの前に成田秀幸が素晴らしい滑りを見せてくれました。タッチ中間タイム気になるところ、コンマ04秒、コンマ04秒上回ってきた。さあ大越龍之介素晴らしい滑りをしている。ビブナンバー9、中村俊選手、中村俊、スタート。ビブナンバー9、中村俊選手、東海大学スタート。ゼッケン9番中村俊、1本目第3位中村俊。さあここまで素晴らしい滑りできている。さあ自分の力をいかんなく発揮してほしい。さあ気になる中間タイムは、さあコンマ06秒上回ってきている。さあ中村俊さあ発揮させてみて、全日本選手権男子 SL1 本目、成田秀幸選手、ゼッケン1番成田秀幸。まずは優勝候補でもあります成田秀幸、ビーカーウス所属がスタートしてまいりました。はい、スタートしてからまずしっかり。ビブナンバー1、成田秀幸選手、ミキハウススタート。ゼッケン1番仮タイムをお伝えいたします。成田秀幸、ビブナンバー52相原志郎選手、合計タイム1分44秒32。さあやってきたビブナンバー1、成田秀幸、ミキハウス所属。さあ1秒33上がってきた。中間タイム日本のアルペンスキー界のエースが、ゼッケン2番湯浅直樹、俺一人でもいいとそういった意気込みでやってきた。さあこの湯浅直樹の滑り、世界で戦うこの本当に世界中の他の選手たちがどれだけ、まずは中間タイムコンマ07秒、さあ上回ってまいりました。湯浅スキークラブスタート。ビブナンバー2、湯浅直樹選手、スポーツアルペンスキークラブスタート。ゼッケン2番湯浅直樹。さあアルペンスキー界のエース湯浅直樹が平昌オリンピック代表の座をしっかりとものにするためにこの日本選手権にやってまいりました。来ました中